の岩壁なんだか他と違う気がするぞ。近くで観察してみよう。させないと。みんなは俺が守る。さっきよくとたと剣を入れよ。おとなしく捕まれ。冥王剣聖全力攻撃だ。はっ、入れよ。急に寄りつるよ。疑似妖怪天身直送命ずる。妖魔め立ち去れ。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。行け。剣人全票。さっき。陣営のごとく。異形を見届けよ。みんながそばにいてくれれば。瞬く間に。おとなしく捕まれ。我が命を聞きたまえ。我が剣よ、影に従え。行け。よーし。活性化されていない浮上の石が宙に浮くことはない。見た目は普通の石と異なるが、その重さはほぼ同じだ。浮上の石は活性化されることで初めてその進化を発揮する。俗世の束縛から解き放たれ空へと浮かび上がるのだ。そうだったのか。神格は物知りなんだな。我の師匠は雑談が好きでな。
暇があれば我を引き連れ、さまざまな伝承を話してくれた。興味のない内容の方が多かったが、まさかこのように役に立つとは。あ、ふと思ったんだけど、もしここで活性化させたら持ち帰れないよな。そんなことしたらオイラたちまで一緒に飛んでっちゃうし。でも活性化させないと重くて運べないと思うぞ。どうやって運んだらいいんだ。案ずるな。これ式であれば我にとって大した重さではない。でも安全第一だぞ。心配無用だ。この浮上の石が貴重であることは重々承知している。ぶつけたりせぬよう細心の注意を払おう。我を？そうだぞ。神格がどんなにすごくても、もしこんな重いものの下敷きになったら怪我だってするだろう。重いものを運ぶときは身の安全に気をつける。これは常識だぞ。そうなのか。ありがとう。ならば気をつけるとしよう。我は浮上の石を担いで先に行っている。あんな重いものを持ち上げられるなんて、神格ってやっぱりただものじゃないよな。オイラたちも早く建設現場に戻って神格と合流しよう。